デジャブデジャブ。巷で有名な遊びですね。今流行ってるらしいよ。どこやったかな、ボスニアヘルツゴビナ。ボスニアヘルツゴビナで流行ってる遊びがあるんですよ。それがね、なんと偶然なんですけど、うん、ギターの弦を他のものに変える遊びが流行ってるらしくて。マジで？うん、まあ俺らは前から取り込んでたけど、久々に俺らもやろうかと。なるほど。これは多分4万再生分かったり4万いくかな。1万いくかいかんかで止まるな。じゃあやめとく。まあいいよ、穴埋めでやってるやつやからそこまで言うんやとりあえずじゃあ見せようかな。見せてくるわ。うん、ジャンボということでね、弦をね用意させていただきました。こちらです。ドーン。こちらですね、シールドっちゅうものなんですけどね。聞いたことあるな。聞いたことあるでしょ、皆さんも聞いたことあるでしょ。これをねギターの弦にすれば、ギターの弦もいらん、シールドもいらん。おけんけんおふざいや受賞中ということなんですよじゃあこれをギターに貼って、そのまま端っこはギターに挿して、端っこはアンプにつなぐということですね。はい。うーわおげーげーおふざいや受賞中もう終わりややっぱ諦めたらあかんやん。そうやな、どんなヒーローアニメ見ても進行諦めような、うん、でも俺らが着てる服、これジエンドっていうメーカーやな、ね、ジエンドの服、これもジエンドの服、これもジエンドの服っていうことはジエンドパスキル TV ジエンドタイトルコール行こう。タイトルコール行こう。おっちゃん、タイトルコール行きましょう。おいギターの弦をシールドに変えたらジエンドイエーイせーのパンキークッキーよいしょ。ということでね、ちょっと見てほしいんですけどね、うん、あらまわかりますかね、この感じが。シールドが入らへんな。そう、ちょっと穴大きしようかでかしましょうか。シュワちゃんいいよはい、ということでね、穴拡張していきたいと思いますいくで。うん、ほんまにつくづくこのチャンネルは楽器を破壊するよなまあでも一人一人さ感じ方なんてちゃうしさだからお前らもう喋りかけてくんなもうええから見んでブロックでもしとけ。これでシールドが通るな。通るんじゃないかな。はい、通りますね。よし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 。普通弦ってさ、どんどん止めなあかんやん。止めるとこあるんすよ。ここに、こう刺してしまえば、なるほど、もう引っ張れるっていう。あれやな、チューニング張れば張るほどここ断線してくなこれあ、どうする、一回結んどく。プラスドライバーかかまして下で結んどいても一緒じゃん。あ、でもこんな曲がりやつねん。この直感やばすぎるかな。そうやな、いいかこの曲がり方いいんじゃね、まあ、いいか。あ、いいっしょ、いっか、どうせならへんし、ね、あとはペグ、シールドをどうやってペグにつけるかってことやんな。俺らのさ、いつもの作戦のさ、針治療あるやん。針治療が通用するかどうかやな。そうやな、確実に針治療したら中の配線にぶち当たるよねまあでもうまいこと避けて、そこはもうブラックジャック見習ってさ、任せて。釘、釘シールドに対してサイドのデカさやばくないはい、ということでね、はい、どう考えてもペグに巻きつけられないんですよ、はい、そこで出てくるのがこの釘ですね。一回ここのシールドに釘をぶっち刺して、ペグの穴に刺しまして、うん、このくるっと巻くと、かませるってことやな。そう、かませるってことよ。うん、まあでも説明の仕方がそれしかない、はい、やっていこう。一回シールドに穴開けてみるしかないんじゃない。トンカチ打てる
つけてる。誰も見たことない。こういう状況です。ジエンドってことです。で、これをペグに入れて噛ませると。じゃあ、え？完成？完成これ。終わり。せーの、完成！まあ一回ちょっと高松くん見せてきてあげて。ちょっくら見してくるわ。はい、ということでね、完成しました。ヘッドからいきましょうかね。こんな感じです。シールドをね、釘で刺して結構な力で巻いたんですよ。もうシールド結構えぐれてるんですよ。ちょっと音鳴るか心配なんですけど、まあ向こう行って確かめましょう。ボディの方ですね、ここ穴拡張しまして、後ろから出てましてそのままギターに繋がってます。革命ではあるやん。革命ではある。一応革命を起こしたあれ。じゃあ早速向こう行こう。行こう。はい。はい、ということでね、はい、シールドを刺していこうかね、うん、あ、シールドね、シールドここね。そう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 。ということで刺します。はい。これが音なったら一石二鳥ってことやろ。弦にもなるし、シールドにもなってるしってことやな。そういうこと。とりあえずチューニングしとこうかな。そうやな。ムーナイ。A シャープでもないの。弱点ゼロやんけ。 A シャープですらないの初めてやな。音楽を超えてる。鳴らす前に言うときたいねんけど、なんで俺らがシールドを貼ってるかってコメントなんでね。シールドを弦にしてみてはどうでしょうかっていうコメントが何個か来てたんですよね。お前ちゃっかり人のせいにするやな。それを踏まえて音鳴らしてください。なるほど、いきます。3 2 1。これはすごいわ。全く音が鳴らん。多少ノイズでも鳴るはずやん。なるな。全く音がない。っていうことはどういうことやろ。ジ・エンドってことや。